はい、まず1問目はこちら、はい、小林さんが演じる渡りガラスことナターシャの好きなところは何でしょう、うん、好きなところ、はい、といった小林さんのその、ね、はい、小林さんがナターシャの好きなところ、うん、こちらは事前に回答いただきました。そしてお二人はそれを予想していただきたいという、はい、予想する、はい、それでは、ね、じゃあまずね、まあ、1問目なのでね、気楽にここは行きましょう、うんうん、はい、ではまずじゃあ野女さんから行きましょう、はい、はい、答えはお願いします。目が好き。おお、さあ続いてさくらさんいかがでしょう。私も一緒で目が好きだと。いや私も第一印象、あ、目かっこよいっていうところから入ったので。え、ちょっと待って、私いいですか。はい、お尻、はい、あれ、え、お尻、違った、あ、違う、私お尻じゃなかったんですよ、松田さん。いやでも初めの時は結構あったので、なんかただのエロいってみたいだろう。松田さん、それではじゃあ一体ね、じゃあ小林さんがナターシャの好きなところはどこだったのかね、じゃあ小林さん発表をお願いいたします。ごめん、お尻じゃない。あ、合ってた。そう、目の色、すごい、すごい嬉しい。ちょっと待って、合ってた。二人とも正解ですよ。あれ、私全然違ったね。どう、結構やってるんだけどな。お尻、うん、そう言われこの番組はホヨバースの提供でお送り